待たせ。ありがとう。じゃあ行くね。彼氏待ってるからさ。もう付き合ってるんだ。それからさ、前から言おうと思ってたんだけど、松下くんってキス下手だよね。言っていいか分かんないんだけど、頑張ってね。じゃあ行くね。下手じゃないよね。ないの？私は家庭科。なぜかというとね、ヌーヌーが大好きなんだもん。おはよう。松下、おはよう。今日はいいことあるよ。なんで？そういやさ、市民プールの近くに熱帯魚があったの知ってる？あったっけ？いや、この前見つけたんだけど、行ってみない？いいよ、別に。しゃ、じゃ、今日終わったら行こうぜ。しゃ。また来たよ。あれ、ゆうすけくん、あ、友達連れてきたの？うん、しんじ。しんじくん、綺麗でしょ、いっぱい見てってね。はい、マジでかいです。つくつくつく、すげー。あ、のぞみなちゃん、餌やっていい？いいよ。よし。おっ、それ、しゃ。見てて。おお、食べた。すげえ。やる？うん。あっ、ちょっと。うう、に。おお。よし。よし。今日もありがとうね。すっごく楽しかった。また来ます、二人で。それじゃあさ、お別れのキスしない？シンジ君反対からキスして。ほら、お前は反対から。
する？ちょっと待って、何やってんの？ニヤニヤして気持ち悪い。うるせえ！飛ばすぞ！はい、ありがとう。あ、ね、今日うち来る？前からご飯食べたいって言ってたじゃん。行く行く。今日は焼肉なんだよな。前から行くんか。焼肉に負けちゃった。シンジ君はさ、どんな女の子が好きなの？まあ急には出ないよね。ね、クラスに可愛い子とかいないの？全然いないよ。もうすぐバレンタインじゃん。楽しみだね。帰り。いつも手伝ってくれるシンジ君。ごめん、ご飯先食べちゃってた。よいしょ。失礼いたします。チョコもらいに来た。汗すごくない？はい、じゃあここに。もうちょっと大きくなってからね。おかえり。さっきクラスの子が持ってきたよ、チョコ。はい。
で、手紙がついてたんだけど気持ち悪いから捨てちゃった。マジで？何言ってんの、ダメでしょそんなことしちゃ。え、その子が一生懸命書いたんだよ、勇気振り絞って持ってきてくれたのに。ひどいよそれ、最低だよ。え、なんで気持ち悪いんだよ。好きって何？わからない。ねえ、笑ってくれると思った、笑ってくれると思ったのに、どうして怒るんだよ。相変わらず似合われらん。お前もな。あ、やめろよ。そういやさ、お店なくなるって、だいぶ行ってないし、最後に行く？いや、行かない。か、じゃあのぞみは俺のもんかな。やめろよ。シンジ君、ずっと会いたかった。